ジョージ様が言ってました。これはバトラさんの巣立ちかもしれないって。そうよ。これは後宮の姓を抜け出て一人の男として羽ばたくという巣立ちなんだわ。よくよく考えれば、私たちはまだ若いんですし、本当に結ばれようと思ったら、まだまだ社会的経験も信用も何より年齢が足りません。バトラさんが本当に真剣に考えてくださったならばこそ、まだ迎えに来られるわけがないんです。見事であるぞ。そうだ、その息であるぞ。よくぞその境地に達した。達せてなんかいません。でも今はそう思うことにします。それが試練で、バトラさんを信じるということなんですから。だからきっとバトラさんがいらっしゃらなかったのは、私の決意がまだだったからです。彼が来てくれるかをしっかりと信じることもできなかった私では、それも当然ですね。おそらくバトラもそうであったに違いないぞ。そなたを迎えに行くだけの決意や覚悟はまだまだ足りなかったに違いない。神様は薄情じゃないわ。二人の気持ちが本当に近づいたとき、必ず二人を引き合わせてくれるわ。織姫と彦星のようにな。今年の七夕はたまたま天気が悪かった。今日のことはその程度に思おうと思います。でもバトラ君が帰ってくるのは6年後の話だ。だいぶ先の話になる。このままこんな辛い気持ちのまま6年も待ち続けるというのですか。来年こそは、来年こそはと毎年待ちわびるのは、それはもう永遠に待ち続けるにも等しいものでした。痛々しい話ね。あなたがしたと思ってる約束を当のバトラは全く意識していなかったようだし。バトラ君はルドルフおじさんに似てキザな言い回しを好むこともありました。そんな言い回しが誤解を与えたのかも。バトラはきっといつか後ろから女に刺されるわね。まあつまりこれはそういう物語なわけかしら。言葉は意味が宿れば人の人生を左右することだってある。軽率な言葉は人を殺せるかもしれねえ。